いてラジオネームおもしろくんさんからのお便りです。大好きな人の隣の席にいるのに話が噛み合いません。どうすればいいですか？別にいいんじゃないですかね。だって近くて遠いすぐ隣、二人はティーパークな奥島の家、甘くて酸っぱくて弾けたり、それなんてティーパークな贈り物、近くて遠いすぐ隣、二人はティーパークな奥島の家、私と君の人隣、二人はティーパークだ。君は今日も一人きりで、マイペース希望なんで、大抵ブキラボーでもそうですね。私が好きな私が好きなら私を好きでいてもいいですよ。振り向かせたい、これは私を渡して恋で私は残して、いい日は君ですね。不意なんてマリソなんてチグハグなんだね。それはブルでも私のハッピーあげたら、髪合ってなくたっての舞で、皆々に幸せが訪れますように。